保護者がこちらに向かう間に応援演説といたしまして、山田賢司衆議院議員から山田賢司
福井美奈子議員、米田哲也議員、川上朝也議員、そして私の4名が応援に駆けつけております。いやいや、もう福井でございます。よろしくお願いします。それではお忙しい中お越しいただきました前総務大臣、衆議院議員の高市早苗様より応援演説を賜りたいと思います。それではよろしくお願いいたします。皆様こんにちは。私は奈良県二区選出の衆議院議員高市早苗でございます。本日はですね、斉藤元彦さんの元上司として、彼の総務省での働きぶり、そして評判、いいことも悪いこともあるかもしれませんけれども、政策はこの後斉藤さんから、しっかりと聞いていただくこととして、ちょっと彼のことなどを紹介させていただきたくてまいります。この兵庫県は私にとっても第二のふるさとです。青春時代岡本にも住んでました。灘区の上の方にも、住んでました。六甲山の麓にも住んでました。しかも小学校の時からバリバリの虎吉ですから、もう甲子園球場、数限りなく、来ております。ちなみに斉藤さんの、総務省でのあだ名は大魔人でございます。よう見たら顔がですね、ベイスターズにおった佐々木さんに、ちょっと似てるんですけれども、それでもですね、どっちかといえば性格はこの直球勝負、直球で勝負かける、このあたりは藤川球児さんに似てると、思いますので、ぜひとも彼をマウンドに立たせていただいて、阪神タイガースのためじゃなくて兵庫県の大魔人として戦って、いただきたい。で、総務省というところは4月に入省すると大体半年経って10月頃に全国の自治体に職員を派遣します。4月から10月までの半年間で総務省の様々な政策を頭に叩き込んだ上で、私も大臣時代とも10月に、若い職員たちが地方に出ていく時の報告会に出てましたが、地方でいろんなことを学ばせてほしいやと、地方の実態を知った上で本当に地方の役に立つ政策を構築できる人間なんて快適やということで送り出してました。で、彼のスタートは三重県でした。入省して半年で三重県に、当時は改革派の、北川知事の下でですね、これもなかなか総務省の若手職員としては稀なケースなんですが、外郭団体改革プロジェクトチームに入って、まず彼のスタートは改革、そこからスタートし、しっかり改革を学んで総務省に入ってくる。でもその後、総務省本省の中ではエリートが集まると言われる大臣官房、で働き、そしてまたですね、総務省の頭脳が集まる自治財政局で働き、そしてそのうちあまりにも優秀だから官邸に連れて行かれましてね、内閣官房の副長官も、ありがとうございます、頑張りましょう、副長官候補と、いうことで官邸の中で活躍をします。そうこうするうちにですね、優秀な人を当時佐渡は10の市町村も合併して1つの市になった、大変な中にありました。そこに行った斉藤元彦なんですけれども、見事に佐渡金山を世界遺産に指定するこの偉業を成し遂げました。その後本当に2年で佐渡から本省に帰ってくるはずだったんですが、佐渡の市長から頼まれた、あと1年斉藤を置いといてくれということで、3年間、しっかり働いて帰ってきます。で、また大臣官房で働き、官邸の方でも働いているところに、なんと東日本大震災が発生しました。その時
斉藤元彦は、まあ、ぜひリーダーシップ取れる優秀な人間、災害対応できる人間欲しい、まあ、こういうお声がありまして、福島県の飯舘村に行ったんです。なんと全村、全村避難してくれと、まあ、そういう大変な指令が出てた時期でした。一刻も早く期限までに村の人たち避難させなきゃいけない、そのリーダーシップを取ってくれた斉藤元彦、リーダーシップを取ってた。でもそれだけじゃなくて、みんなが避難しちゃった村ってその後泥棒が入ったりしますよね。でもそれも大変なことだって言って、彼は防犯対策までしっかりと仕上げてまた本省に帰ってきました。まあその後も引っ張りだこですわ。宮城県に来てくれ、まあ、宮城県の村一時、私とはしょっちゅうショートメールでやり取りするぐらい仲のいい知事です。まあそこでもちょうどその彼が宮城県に行った次の年に私は総務大臣になりました。全国の自治体にお手紙を書いて、なんとか東北の被災地に少しずつでも自治体の職員を送ってくださいってお手紙書いたんです。それを現場でしっかりと調整をし受け止め、そして復興のための予算編成をやった。それが、まあ、斉藤元彦の実績です。で宮城県ではね、最初本省から来はったエリートで何の苦労もしてへんのちゃうか、職員はそう思ってたんだって。ところがですね、もう本当に各班ごとに、斉藤さん懇親会もしていろんな人の話聞いて、まあしまいにも斉藤さんっていうね、動いていく。で必ず仕事を部下に頼むとゴールを示す、このゴールを、最短のゴールを示して、時間を軽くするブラッシュ力をほんまに演出を送ってくれたわ。私は大変、感謝をしていただきました。そしてその後もう宮城県民がですね、斉藤さん大好きという状態になった時に本省に戻ってきてもらいました。そこから斉藤さんの苦難の日々が始まります。戻ったところはよりによって総務省の自治税務局でした。で直前に私が大臣として自治税務局長に地方消費税の要は配分、この基準を変えるぞ、変えるための制度設計をするぞということを言っちゃった後やったんです。どういうことかって言いますとね、地方消費税、皆さん例えばこの芦屋でお買い物をする、例えば芦屋の自動販売機でジュース買いますね。ほんならそのお金が消費税として芦屋に入ってくるかって言ったらちょっと違います。兵庫県に入るかって言ったらちょっと違って、ベンダーが東京とか大阪にあったらそっちの方にお金行っちゃいます。で私の住んでる奈良県も一緒ですけど、大阪で働いてる人むちゃくちゃ多いです。でそうすると昼間の人口で消費税の配分決められたら、もう大阪にお金が集まっちゃいますね。でも夜間は皆さんベッドタウンに帰ってくるんで、夜の人口で配分したらそういう周辺都市の方が税収が増えます。その調整をしたんです。つまり納税者の負担を増やさずに、できるだけその周辺のベッドタウン、地方都市、まあ、こういうところ下水道、上水道でゴミ収集、いろんな住民サービスでなら、そこにちょっとでも地方消費税が多く行くようにすっかり政策を変えたんです。かわいそうに、ちょうどその最中に帰ってきた斉藤さん、2年間かけていろんな計算しました。いろんな緻密な計算して、まあ、大阪があんまりひどいことになってもいかんし、かといって、まあ、兵庫県でどれぐらい税収が増えるか、これをやったら周辺の県でどれだけ税収増えるか、いろんな計算してくれました。で大阪の国会議員むちゃくちゃ怒り狂ってました。税収減るがな、謝りに歩いたのも斉藤さん、東京の国会議員もむちゃくちゃ怒ってました。東京の消費税収が埼玉県とか千葉県とか神奈川県に行ってしまうんちゃう、誤りに歩いたのも斉藤さん、で全部の苦労を引き受けてくれました。その結果東京の消費税収を1060億円引っぺがした。そして大阪府に入るはずだった消費税収を130億円引っぺがした。で結果どうなんですか、この兵庫県
だったのは、私が大臣を辞めた後、次の大臣が彼を大阪府に出向させました。大阪府から130億円も巻き上げた情報に、大阪府でいじめられてんのちゃうかな思って、えらい心痛んでましたけれども、そこは心配がなかった。まあ今回コロナで、本当に大阪府も、16回ぐらい予算組んだんですかね。ものすごい回数予算組んだけれども、彼は見事にそれをやってのけた。その大変な作業の間に、職員の働き方改革っていうことで、できるだけ残業させないように、本当に心配りをして頑張ってきた。だから大阪でも130億円は巻き上げられたけれども、大変な人望がある。まあこれまでですね、東北最大の宮城県、で関西圏では最大の大阪府、ここで大活躍をした。で、被災地でも頑張った。兵庫県だっていつまた阪神・淡路大震災のような辛いことが起きるかわかりませんよ。でもそんな中で命も託せる。そしてしっかりと周りの人たちのことを考えてくださる。そういう方です。女性職員にも人気ありました。彼の同僚がね、女性の同僚が仕事にも本当に気づまってしまったのに、彼はずっと彼女の話を、彼女の悩みを聞いて、最後にどう言ったか、周り反対しても自分がやりたいようにやってみる苦労はあるけど、それで吹っ切れたということで、同僚の男性の職員のお家に招かれた時、玄関に奥様が飾ったアレンジメントフラワーがあったんですね。それを彼はいち早く気がついて褒めたんですって。彼が帰った後、あんたと全然違うて、本当に女心のようわかる人やな。同僚の奥さんにもない。やっぱり女性が活躍することの苦労も知ってる。でも可能性も知ってる。そういう方です。とにかく兵庫県、前に進めましょうよ。現状か未来かの選択です。前に進めましょう。必ず斉藤元彦をマウンドに上げて、兵庫県の大魔人として活躍していただきますように。皆さん今日お帰りになったら、大魔人が一生懸命頑張ってたよ、あ、大魔人って書かれたら困るんで、斉藤元彦頑張ってたよ、すごい政策持ってるよ、託してみようよ。ご家族、お友達に聞いてみてください。全体人、衆議院議員、ありがとうございました。それでは、皆様お待ちかねの、予期3歳、アザーリーダー候補者、斉藤元彦様からの応援、演説、街頭演説と本人でございます。斉藤元彦候補者の本人の演説をよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、斉藤元彦でございます。今日本当に暑い中ですね、お集まりいただきましてありがとうございます。水分補給しっかりしていただいて、熱中症、体調の管理ぜひよろしくお願いします。改めまして斉藤元彦でございます。退路を断って今回の兵庫県知事選挙に挑む。先ほど高市大臣、本当に私に対してありがとうございました。大魔人っていうのは久しぶりに聞きましたんで、懐かしいニックネームというか、ありがとうございます。そして私の約20年間の経歴、本当に私が忘れていたというところまで、ご丁寧におそらくいろんな方から聞いていただいたんだと思います。本当に感激しております。その思いを受けまして、しっかりと頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。20年ぶりの水道交代、兵庫県知事選挙でございます。阪神淡路大震災からの復旧復興、大変素晴らしい県政だったと思っております。ただ一方で今回のコロナ禍、特に県民の皆さんへのコミュニケーション、情報発信、さまざまな課題があったということも事実です。また斉藤元彦は決断をしまして、実はもう去年のコロナが大変な時ですね、当時大阪で仕事してましたが、テレビを見てですね、このままの兵庫県じゃダメだ、なんとかしないといけない、実はそう思ったんです。その時に
もしできるんだったら一人になっても立ち上がりたい、こういった実は思いを持ってたんですね。その思いを、まあ、水戸の県議会の先生、そしてさまざまな人たちと話をする中で、実はどん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 その思いがですね、多くの広がり、そして多くのお支え出会いをいただいて、今回兵庫県新選挙に出るという決断をしたんです。やっぱりこれまでの20年間の県政をただ引き継ぐ、そして継承するだけではなく、本当にそれでいいのか、新しい時代、コロナ後の新たな社会、それに合わせて県政を刷新し、新しい時代に向けて新しい兵庫県を作っていく、これが私斉藤元彦の覚悟なんです。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。コロナを乗り越えていく、これは本当に今大事なテーマでございます。ワクチンの接種スピードアップ、特にこの阪神間はなかなか進んでないという状況、県としてもしっかりと市町と連携をしてさらにスピードアップをしていく、医療提供体制の確保、第5波が来るかもしれない、病床ベッドを130床ぐらいから倍ぐらいにしたい、しっかり県民の皆さんの命と暮らしを守る、やっていきます。コロナで皆さん大変な状況になっておられます。実は私の実家は神戸の長田でケミカルシューズ、靴の製造をしてました。震災後経営が行き詰まり、工場は実は畳んだんですね。現在事業者の皆様、本当に大変な状況になっておられると思います。資金繰りのご支援、雇用の維持、さまざまな需要喚起、しっかりとやっていきます。そしてコロナで困っておられる多くの方々、高齢者の方、子育て世代、学生の方、いろいろ困ってます。実は私も大学3年生の時に、当時平成の大不況、実家の家計、親の家計大変急変して電話かかっていました。もうこれ以上仕送りは送れない、一時大学辞めることも実は覚悟したんですが、奨学金のおかげでなんとか卒業することができた、本当に助かったんですね。困っておられる方、そして苦しんでおられる方、特にこのコロナ禍で、そうです、そういう方に対してセーフティーネットをご用意する、これが行政そして政治の役割だと強く感じ、総務省に入り、いずれ政治の道を目指したい、誰一人進学や就学、事業継続を諦めさせない、誰一人取り残さない、こういった県政を私は必ずやっていきたいです。いかがでしょうか。ありがとうございます。私はコロナを乗り越えた後も未来の兵庫県を作っていく、その方向性を決めるのが今回の兵庫県知事選挙。兵庫県は人口減少の問題、実は大変進んでます。もっと若い人たちが集まり、住み、働き続けたい、そんな兵庫県にしたいんです。そのためには企業の誘致、さらには今実はどん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 自分で挑戦したい、ビジネスを立ち上げたい、そういう若者が増えてるんですね。それをもっと県が応援したいです。そして実は私は小学生のことも思います。子育て真っ最中、さまざまな声を保護者の方から聞きます。保育園の安全安心な教育をもっとしてほしい、学校のトイレもっときれいにしてほしい、子供がタブレットをずっと使ってるから知事になって注意してほしい、いろんなこと聞きます。そして私の両親は70代、いわゆる団塊の世代ですね。医療、福祉、介護、さまざまな不安の声を聞きます。介護の現場、人材が足りない、もっと高齢者の見守りをしてほしい、そういった県民の皆さんの声を一つ一つ丁寧に、そして県政につなげていく、そして多くの人たちが集まる、集う、そんな兵庫県にしたい、若い人たちがもっともっと集まる、日本一若い人が集まるような、そんな兵庫県にしたいんです。頑張りたい。しかしそのためには
今回の兵庫県知事選挙必ず通らなければなりません。情勢は大変切迫、接戦だと私は思ってます。油断しては絶対にダメ。相手陣営は大変必死です。そして私に対するさまざまなキャンペーンもしてます。これも事実。斉藤が知事になったら福祉切られる、文化行政切られる、地方切られる。絶対にそんなはしないんですね。なぜなら私はこの20年間高市大臣の下でもあらゆる国民の皆さん、県民の皆さん、市民、町民、村民、全ての国民の方々が命と暮らしを守る、そして明るく元気で幸せな、そんな行政をやっていきたい。それがずっと私の目標だったからです。だから私は絶対に今回の戦いに負けるわけにはいかない。後ろ向きな議論ではなく、堂々と自分のやりたいこと、未来の標語を語っていきたいです。そのためにはここにおられる皆さんの一人一人のお力添えが必要です。どうか私にですね、力を貸していただきたいんです。いかがでしょうか。ありがとうございます。そして皆さんの力がいただければ、お一人お一人の力がですね、私が兵庫県をもっともっと前に進めていく、どん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 前に進めていく躍動力にあるんです。新しい兵庫を作る。そして兵庫県なんか元気ないね、停滞してるね、そんなんじゃなくて、もっともっと躍動する兵庫県、躍動する県政。私斉藤元彦はここにおられる県民の皆さんと一緒にですね、誰一人諦めさせることなく、誰一人取り残すことのない、明るく、そして温かく、大きな県政を作っていきたい。ぜひ県民の皆さん、私と一緒にですね、一緒にやってこの兵庫をもっともっと前に進めましょう。これは私斉藤元彦の覚悟、そして決意でございます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。斉藤候補、頑張れ。温かいご声援ありがとうございます。それをもちまして JR 芦屋駅北側の斉藤元彦候補の街頭演説を終了させていただきたいと思います。それでは斉藤元彦候補、これが西宮の方に回られておりますので、最後にご声援